九時半を回りました。えー、嘘のような本当の話のお時間です。本日も北条さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。夏ですが、いかがお過ごしですが。最近はいや、もう肉汁が止まらないですね。なかなかね、暑いですよね。どこも。暑いね、東京の方がね、気温高いんですよ。三十八度とかいっちゃうんでね。 ねなんか沖縄がでも沖縄でも三十五六度出たりするので<度>でもそれよりも暑いってことですね暑い。でね沖縄の方がその風がしっかりあるからちょっと小屋に入れば涼しいでしょう。確かにね東京はね、うん、あのなんていうの太陽の暑さっていうよりはその、はい、室外機の暑さあ,<ー>あれがこ熱がこもってる感じ。 だから、もうもやーんと。するはいはいはい、なんか風がちょっと違いますよね。い,そういやらしい感じのね、だから、もうやっぱ沖縄がいいですね。<laughs> 確かに、ちょっと海とかね、風が、海風がまだあるので。そうそうこっち住みたいです。まだ,まだ、<laughs> まだこっちに来る機が多くなったんじゃないですか。そうですね。うん、あの、そうですね。大体一週間、一、一月で一週間ぐらい来てますね。えー、だから、東京にいるより、こっちの方が長いです、ね。ああ、そっか、そっか。はい、まあ、どっちの夏も経験してるから。<笑><笑> なかなかね、夏場としんどいですけど、はい、沖縄も暑いですが、ちょっとね、あの今日もお得な、なんかいい話を聞き、はい、ます、はい、本日も素敵なゲストさんがいらっしゃるということで、はいはい、ぜひ早速、ご紹介していただけますか。はい、東京からお越しの久保子さんです <laughs> <laughs> こんにちは久保弘子です。<laughs> えー、私あのそうですね十歳の時からの女優業をしていまして女優業しています久保弘子です。どうぞよろしくお願いします。水戸黄門に出てたりするんですよ。え<っ>そうなんですよ。え本<っ>当。高 <laughs> <と>うめ。<laughs> ねえそうなんもうすも見とこも終わっちゃってましたけどね <laughs> でもすんごいおばあちゃんとか見てて、ね、そうでしょ見てますよね一応ね、はい、あの娘役をねゲスト主演させていただいたりしてね、えー、はい,すごいさせていただいてました、えー、はいでいろんな CM にも出てるんですよ あそうなんですね数々のいろいろな,、ねなんかね、スポンサーさんあるからなんか,いいかない <laughs> あ本当ですか、あすかまあ、キリンさんとか「キリン一番絞り」で一郎さんと共演させていただいたり。はい 西三浦さんで松坂桃李さんと一緒に CM やらせていただいたりそうなんですさせていただいてあとは全然違うんですけど「世界まる見え」テレビ特捜部っていうのをやってたけしさんのあれにもゲストで出させていただいてるガーナう行った時のお話とかそうなんですよガーナのお話とかもチョコレートの有名なみんな言うんですけどね全然チョコレートね あそあっちの国は作ってないんですけど。作ってないの。カカオ取れないの。カカオを取られて別の国がだから出荷して。そうなんです。いろなんかすごいですね。ねやらせていただいてはいおります。そうなんですよ。もうね長いお付き合いをさせて。そうですね。お嬢さんとは。 ラジオは初めてですか、この、あの、北条さんの。そうですね、こ,こちらの、そ、はい、のような本当の和は、なんもう、何回もオファーくださったんですよ。忙しそうなんでね、なかな、ね、か。喋ってみたいな、くださったんですけど。はい、ええー、そんな、なんか、そんな、大した、あれは、はい、みたいな。えーえー、ずっと言ってたんですけど。 はい、この度、はい、やっと地縁画の回ですね今回は沖縄は何回目ですか沖縄はあの沖縄焼画、はい、祭されてはい国際画祭あれで何回か来させてもらったことがあるんですけど。お さすが女いやいや、映画祭でね、すごくチャタンでははいい、ありますやってるのに、何回かは来させていただいたりとか、レッドカーペット歩いて、いや、レッドカーペット歩いてなかったですよね、インディーズムービーフェスティバルの司会と審査、あっ、作業ももしてたりとか、なるほど、なるほど、るそこでちょっと MC をさせてもらったりしてたっていう、ちょっと残念ながらね、女優なのにレッドカーペット歩けてませんが。 そうなんですそうなんです,すい,そういうので沖縄にあこさせていただいてでも今回はすごく、うん、あこのあのあ出産をしてちょっとあの今子育て中であじゃあ先ほどお子さんそうなんですな,な,なのでちょっと仕事はちょっとスローな感じになってたんですごい沖縄自体も久々ですね。 久々に来ました。七年、八年ぐらいぶりかな。いいよね、沖縄ね。観光できたりする時間はちょっとあったりするんですか。今回この後。ああ、良かった、よかった。私が沖縄観光に。あれ、めっちゃタイトじゃないですか。とか言ったら、今日だから観光行くよ。ああ、良かった。え、おすすめありますか。おすすめか、私もなんか、やっぱ地元の。地元が、あんまり。 行かないよねいので観光スポットとか東京の人が東京タワー行かないのと一緒だよね,そ, <laughs> ねそうですねなのでん多分観光客の方の方が詳しいんじゃないか <laughs> 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 そうですね,ねでも今なんか流行ってるのこあるんですか流行ってる とこはやっぱりなんか沖縄そばも最近出店した、うん、なんか奇跡さんとかっていうお店が人気店で茶炭にもオープンされたり、えー、これからかなでもこれから8月オープンみたいな感じいろいろ結構入れ替わりがあったりとか、えー、いろんなカルチャーがあって。 ねい,い、はい、ね,ね。あの沖縄のレジンアートが好きでね。はい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 。チャタン行くともうそこのアトリエ見に行くんですよ。あ,、ね、あなるほど。うん、流行ってるんだ沖縄でレジンアートが。だって他のところでレジンアートって見かけないもんね。見ないですね。なるそう沖縄が発信源だと思いますあすごい。うん、なんか本当にお店もいっぱいあって、うん、なんか行ききれないんじゃないかな。 と思いますね。あのね、透明感のある綺麗なね、色がいいですよね。そうですね。海もね、やっぱり行ってほしい。ね、海ですね。まあ、ここやったら、アラハビーチとかね。そうですね。アラハビーチも。あ、じゃ、あ、ぜひ。こはい。この後行きたい。そうですね。ちょうど夕方ぐらい。そうですね。あ、いい感じですか。日が沈む。これがいいと。あ、もう、あ、ついと大変だから。そうです。明日ですからね、今日も。え、楽しみたいです。沖縄。ね、ぜひ楽しんでってください。はい、じゃ、ここで一回し。 CM を挟みまして、また後半はあのねゲストさんと一緒にお話し聞いていきたいなと思います。CM です。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。w o o East 株式会社。電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい、それでは CM 明けになりますが。 なんか健康そうですけどね。まあね、お世話になるんですね。あまり寝込んだって聞かないね、君ちゃんね。寝込んだのはないんですけどね。はいあ、補助さんとは本当にもうこのね、ダブル水イからだからもう。そうですね。もう九十年。仕事うちの会社としては九年そうですよね。実際には二十年近い。そうですね。北条さんとの知り合いなのはもう二十もう二十代から知って二十年以上。 立つんですけどこのダブドクタースイスボトルうん、うん、はねもう一番最初からこういうのはあるよって教えてくださっていてで、ねえー、で私もなんか自分でお仕事してて、はい、あの雑貨店みたいなやってたんですけど<お>それで一応商品をお聞きして使うっていう感じだったんですね。でまあそれで確かに健康な感じだったのでうん、うん、最初の頃はちょっと吸ってはぐらいな感じだったんですけどうん、うん、コロナ はい。で、私、あの、2021年。よう、ちょうどオリンピックに、今、オリンピックやってるじゃないですか。4ちょうど4年前とか。そう、あ、3年前なんですよ。なんか、伸びたじゃないですか、年。あ、そうですね。そうだか。そう、だから2021年なんですけど、そこで一番ブームになったデルタ株っていう時のコロナになって、東京がもう入院できないって、すごい、した、あの時期で、私はちょっとだけ前に、 まあ主人が主人の会社の社長がかかって主人がかかってうつるっていうことになっちゃうんですけどそれであの私も入院をするんですね。でギリ入院ができてでそのもうすごい軽症だったんですけどなるほどでもどんどんデルタ株はあの熱が下がらない。 ずっと熱が出るっていう感じのやつだったんですねそれで私は悪化していって最初軽症で入ったのにもかかわらず、えー、と中等症にまで行き、うん、あの酸素を吸うっていうそうなんです、えー、行ったっていうかで、はい、あの入院した時に酸素濃度を測る血、はい、中酸素の,の、ね、サチュレーションね、はい、あれをずっとつけられるんですよ。これが まあ正常だと9798をキープする、うん、でそれが93を切って、うん、ちょっと辛いよね93を切るとナースコールがするように設定されてるんですね<ー>それで24時間ずっとつけているあなるほどで,なでも上がったり下がったりするんですよねあれってね、うん、でその、えー、とを93を切って5分以上なり続けたら、はい、ナースが飛んでくるっていう仕組みになっていて で私はもうどん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 悪化していってご飯も食べれなくなっていって、えー、で24時間点滴打つんですけど、うん、コロナは治療がなかったんでその当時、うん、水分だけえ、うん、なったんですよね水分だけ入れてでその点滴をするってでももうご飯も食べれないからどんどん悪化してってなって多分全然苦しくなかったんですけど。はい、ナースコールが、うん なり<る>続けて多分<ー>私分かんないんですよ、うん、看護師さんが飛んできて起こされて、うん、酸素吸ってくださいって言われたんですよ、うん、でその時パッて見た起きて酸素吸ってパッてその数値を見たら89だったんです、うんうんうん、かなりやばいですよねやばいですよね、うんはい、それでその時間が深夜の1時だったんですねで<ー>その頃って本当にどこもあの隔離状態なのでそうですよね、うん、あの どこも出られなかったんですけど深夜の1時だからって言ってその当直のドクターがとりあえず MRI 取りにはい、はい、今なら出てもいいってなって取りに行ったらいわゆるそのコロナ肺炎って言って背中だけが真っ白。へ<ー>っていう状態になったんですよね。<ー>でまあそこからこののあ肺炎ってなったので肺炎の治療が始まって、うん、ちょっとずつ回復してまあ体 インできたんですけど、うん、まあそれでも私は16日間も入院してうん大変だったねそうなんですよそれで、はい、もうコロナ肺炎にもなっちゃってたし一、うん、回復活したとはいえで、はい、退院してやっと北条さんに電話できてそしたらもうすぐ吸った方がいいよって言って<ー>その後も大事だからっていうことではい、はい、でその、まあ、後遺症 がいろんなものがあるっておっしゃってたんですけどまあそこからもう本当夫婦して、はい、ずーっとすさあの水素吸ってあーなるほどでそしたらあの本当に二人とも夫婦と,夫婦とも別にこれといった後遺症は出なかったって。 そうななんんですよなんかねコロナ治ってもその苦しんでる方ねいっぱいいるから本当にあの強いて、まあ、一応後遺症っていうかかなっていうのは一回髪の毛が抜けたっていうことが一回抜けてでもなんか大体10月頃って一回みんな抜けて生え変わる時期<ー>まあそれと同じ時期ぐらいに量がちょっとねすごい抜けてでも生え変わって、はい、っていう感じであのそれ回。はい 以降は何もなくうん、うん、だから主人もずっと水素吸って今の後遺症がないっていう、はい、やっぱりねあれってちょっとよくわからないからいろんな意味でね,ねだから体が元気に出ないと菌が残ったままの人とかねいますよね全身じゃなくて一部に菌が残ったままの人っているんですよ。あそうなんですねいつまでだってもなんかこうすっきりしないっていうかそういう人今多いですよ。 そうですよねやっぱり水素ってだからそのどこに効くとかじゃないじゃないですか、うん、その免疫力上げて自分で治すっていうことだから。 だからそれで言うとやっぱり何でもコロナも原因不明すぎて解明できてないから、はい <laughs> ね、とりあえずは治療がなかっただけであってやっぱ自分で治すっていうことができるなね。っていうの,コロナの時はね、うん、えっと熱が出ている人が水素を吸うと一旦ビュンって上がるんですけど、うん、落ちてきて37度5分ぐらいでずっと続いて最後ストンと落ちて終わるっていうのが圧倒的に入院中にする人なんかはそういう人が上がらない。 あやっぱり一回この免疫っていうか病原菌を倒すために上がるそ,うそ,うそ,うそれは必要なことでただそれが永遠上がってるっていうのはちょっといかがなものかっていうことで,で、ね、それが落ちてきてあのなんていうかな辛くない状態で自分の体が免疫でコロナをやっつけてで落ち着くっていうのが圧倒的でんお客様で僕が知り得る限りりは。 コロナで亡くなった方いないんですよ。ああ、この水槽捨てて、ててんはい。からね意外ともこのね死者もいっぱい出てる病気ですからね。らね,ね,ね最近もねこうでねういろんな方がね亡くなったりしてますけどね。はい、うそうなんです。へえなんかそれからま今もずっと吸ってて。そうですね。 コロナ大変でしたね旦那さんは大丈夫だったんですか肺同じでしけが中の別々で入院してねお互いの状況も分からないしかも隔離されてるで息子も別で隔離で入院で励まし合いもできないなんとから途中で水素を吸うこ持ってくる人もいないし濃厚接触者会えないし入れてもらえなかっただから全然誰にも連絡もできないし何が起こってるか分からない じ周りも。そうなんです。俺は大変だったね。もう治療がなさすぎて、えー、は携帯とかしていいの。あ、一応ね、でもやっぱり、ね、あの。大部屋で三人いたから。ずっと電話はあれで、だいは前したりとか。じゃ、だい、旦那が生きてることは分かったん、ね。いや、もう、だから、ずっと死んでるから、結局全然連絡。<ー>お互いしんどくなってたから。 ってない退院まで取ってないで一応主人が先に入院して一応先に退院したからどっちか退院できたら息子さん連れて行きますみたいな息子は幸いなことにかからなかったんですよねずっとでも濃厚接触者という位置だから誰も見れないっていうあの頃は厳しくてすごい厳しかったです厳しかったんです 発症したらその小児病棟のコロナの病室に移せてそこだと45人いたんですって本当はでも彼は発症しなかったからたった一人でその時1歳半なんですよもう毎日泣いてた私あんまり心配ねそういうのもあったか余計ね心もねちょっと元気なくなっていっててね 悪化したたっっていうのがあったから<ー>だからもうみんなまあ退院してからすごい吸ったって感じだったんですけど,ど、ね、でもそれで後遺症がないっていうことはすごく、ねうん、いいことでやっぱりこのなんかね水素のなんだ自分の免疫を取り戻すみたいな何回か番組に入ってるってやっぱそういう方が多くてなんか自らあるこの力だから薬とかじゃなくてそうなんですよ

本当になんかビフォーアフターがこのたった多分一分も吸ってないんじゃないかなっていう違いでこの血流が良くなっているのを目にしてなんかもともとこんな滞ってたんだとかあの若いかというかあんまり私も大きな病気かかったことなくて自覚なかったんですけどいざね自分の血の流れを見てみたらはえへってなりますそうそうなりましたなりましただからなんか,なんか,なんか 病気になってからでもいいと思うんですけど前からのやっぱり免疫力高い状態だったらそもそもうつりづらくなるよね絶対ならないとは言えないけどしかも病気だけ本当に私あんま病気は本当しないんですよ北条さんは。でコロナがあったんですけど本当つい最近で怪我もね怪我もすごいそうなんです。 すっごいバカみたいなことで怪我をしたんですけど <laughs> よくそういうのようなことが起こりますね。起こります私どっちかっていうと怪我でドクタースイボトルにね <laughs> もう何個もあるんですが病気っていうより怪我なんですよ当は。で怪我は何か何個かあるんですけど一番最近の怪我がその人体をね切ったんですよ。え !?1 回目ですか 人体そうです初めて骨も折ったことなかったんですけど、はい、それも前のねちょっとした事故で、ね、骨を折ったりねろ <laughs> っ骨折ったりねもうなんかいろいろ怪我がちょっと続いてはい、はい、そのたびに本当にもう水素吸ってっていうのがあって、はいはい、そうなんですよその人体が、はい、あの本当に公園で息子とみんなで遊んでて。はいはいはい ただ単にこうトスを上げてる友達のトスがすごく綺麗で、はいで私、アタックを打ちたくなって<ー> <laughs> 中学時代バレー部だったんですね。<ー>なるほどその違い <laughs> 誰も求めてないのに誰も望んでもないのにアタックちたそう一回だけジャンプ飛んでいいって打っていいとか言っていいよって言った友達のにアタックした瞬間飛んだ着地でひねって、はい、そのたった一回。 で、私、ん体切っちゃったの。<laughs> <laughs> うすごいねすごいしかももうその病院の先生に行ったら結構ひどい、うん、あそうなんです、ね、断熱断熱って言われて損傷じゃなくてね、うん、でそっかそっかしかもその切った場所がこ,ここなんて言うんですかこの アキレス腱じゃなくて。くるぶし,くるぶし。くるぶし。あ、それひねったからってことくるぶしの下?の下。ああ<ー>、すごいと思います。そこって。アキレス腱ではなくて。そう、スポーツ選手がよくやる場所らしくて、<laughs> 病院の先生が。え、なんかスポーツされてますかって、何回も聞くんですよ。へ<ー>でも、え、本当に、あの、何にもスポーツしてませんって、何回も言うんですけど。<laughs> なんかも そうすごいとこ怪我したんですね。そうなんです。<ー>多分スポーツマン選手のアスリートなりな怪我だったね。<う>わお。<laughs> そうなんですよ。ええでもね多分何ヶ月っていう怪我ですもんねその全治。うです。そでその時にえっと全治三ヶ月って言われたんですよ。でギブスをしたらちょっと一ヶ月でくっついて、うん、まあサポーターだと三ヶ月かかるよって言われたんですよね。はい、なるほどなる。ほど で私はなんか、その人体だったら、なんかギブス大げさって思っちゃったんですよね。そうなんですよ。意外とイメージありますけどね、じた帯、本当ですかなんかね、息子、お風呂入れたりとか、なんかいろんなことするかと、すごく大変な状態になっちゃうなと思ったんですよ、ギブスが。で、すよねでサポーターって最初思ったんですよね。でも、なんかみんながぎゅっと早くした方がいいんじゃないかって言って、 ちょっと23日後に先生にやっぱりギブスにしてくださいって言って<ー>ギブスをお願いして、はい、でさらにその話をね、補助、うん、さんとかあのね、上位の池田さんとかいらっしゃるんですけど、はい、喋ってたらもうあらゆるアスリートの人たちがこのドクター水素ボトルを誘われているのでねいろんな例をいっぱい教えてくださったんですよ。だ<ー>だからそれで、まあ、ある選手だと3ヶ月が 6か月,、ね、月かヶ月あのオリンピックのね前回のオリンピックの時にバトミントンのね、はい、あのすごい世界ランキング1位だった選手がを断裂したんです<ー>でその時にあの水素でねサポートさせていただいて、はい、なんと3週間で車椅子だったのが試合に出て。 あの東京オリンピックの予選リーグを,、はい、を勝ち上がって、決勝トーナメントまで行っちゃったんです。えー、その人。そう、すごいでしょう。えー、えーと思って、でもその人一日八時間でしたっけ。八時間ぐらい、ね。そう、前回<あ>り一日八時間吸ってたって聞いたんですよ。うわ、八時間か、で,でも八時間は吸えないけど、私四時間吸ったんですよ。一日,日毎日。うん ね、そしたら一応2週間後に見に店に来てねって先生に言われてたから 2>,、はい、2週間後に行ったんですよ、うん、そしたらくっついてるからもう外すねって言われたも<ー>んだからギブスは2週間で取れたんですよで本当は1ヶ月ぐらいかそうで歩くのもそんなに痛くないっていうぐらいに。 なって、でも、まだ、実際のところ、3ヶ月経ってないんですね、私、この怪我をして、ね。ええ、そうほん <laughs> そう,う<近>今の時点でうん、今の時点でまだ3ヶ月経ってないの。なるそうだから、からちょっとだけ正座は痛いんですけど、まだ。なうん。あ なるほどでも、全然誰も気づかないぐらいもうすっかり忘れてるよ。忘れてる。でも、ちょっと地べた座りにくいんですよってさっき言みたいにねちょっとお蕎麦屋さんが和室だったんでねあ、なるほど。素敵なね、沖縄そばのお店でちょっとねそうだったんですだからやっぱ1日4時間で。 効果ありますね。ね、すごかったね。これはすごい、二週間で先生、ご。くっついてるね。っていや、びっくり。ええ、じゃ、ちょっとね、これからも経過楽しみです。ねそうですね。しっかり直してね。いけるために。確かに。いきたいと思います。ということで、あっという間にお時間が来てしまいまして、ここで二回目の C. M. に入きたいと思います。頑張るあなたを応援する、ドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO イ、e、ースト株式会社電話番号0335272211 はい、それでは CM 明けですが、はい、お時間もそろそろもう終わりに近づいております、えー、と番組のメッセージぜひあのお待ちしておりますので FM ノのンメールアドレスが 797-fm o a n .com ですまたホームページに電話番号も記載ありますのでぜひ気になる方は FM ノのンまでお問い合わせいただきますようお願いいたします本日は貴重なお話ありがとうございましたありがとうございました,あ,ましたあっという間でしたね とということでまたあの次週も引き続きよろしくお願いいたします。はいはい